1965年、ユーロビジョンソングコンテストにて、フランスギャル、1947年10月9日から2018年1月7日は、フランスの歌手である。初期の代表曲には、夢見る、シャンソン人形がある。フランスギャルは、1947年に、フランスのパリ12区で生まれた。父は作詞家のロベールギャル。母は、セシルベルティエ。 1963年にフィリップスより n e ソワッ p i s i b e t でデビュー。1964年にはフランスにおける学校の創始者とされるシャルル・マーニュに対して学校で勉強することに関する不満を歌うサクレイ・シャル・マーニュが大ヒットした。1965年にイタリアで行われた第10回ユーロビージョンソングコンテストにルクセンブルク代表として出場し、 父親の知人であったセルジュ・ゲンスブール提供のプーペでシーグ、プーペデサンを歌い優勝した。同曲は日本語版も発売され、1966年6月に来日公演。60年代後半には、ドイツ語、イタリア語、スペイン語バージョンの曲も吹き込み、また、1967年から1972年までは、ドイツのデッカとも契約して、ドイツ語オリジナル曲を、 数多く発売した。1968年にフィリップスを離れ、ラ・コンパニー、アトランティック、パテ、EMI ・ミュージック・フランス、アトランティック・イコール、ウィーと遺跡を繰り返した。1970年代に入り作曲家のミッシェル・ベルジェと知り合い、彼のプロデュースの元本格的な歌手として、再スタートを切り絶大な支持を得る。1976年に、 ベルジェと結婚。その後、長女、ポーリーヌと、長男、ラファエルの二次を授かった。1985年、日本において、ホンダが、同社の製品のバラードスポーツ CR、XSI のテレビ CM のバックミュージックとして、アトン・ウバ・ティ・エヌを採用した。1996年、ジャン・リュック・ゴダールが、プラス・オーの、プロモーションフィルムを撮影した。 1992年にオットベルジェが死去。さらに1997年には娘のポーリーヌを脳法性繊維症で亡くす。また自身も1990年代半ばに乳がんを患い、以降は表舞台に出ることはなく、実質上の引退状態となった。その後は数々の人道支援プロジェクトに参加した。晩年は療養生活を送っていたが、 2018年1月7日に、パリ郊外の病院で死去した。死因は乳がん。70歳没。ユーロビジョンソングコンテスト1965で、ルクセンブルク代表として、夢見る、シャンソン人形を披露し、グランプリを獲得した、フランスギャルハットラシャントゥーズ、フランスゴールエモルテハット AB、フランスゴール、フレンチシンガー風ショットツーフェームイン 1960S。 大豆、BBC ニュース、BBC、httpww.bbc.com、ニュース、エンターテインメントアーツ -425967412018 年1月7日閲覧。ありがとうございます。